もちろん禁止だったし東海大会とかだと男子のバレー部もいるんですけど見ちゃダメなんですよ。からもう前とか通るともうこうしなきゃみたいな <laughs> 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 なんかそう,そういう中でやってたからもうすごくこう本当にそういういことあの曲聴いて、うん、なんかこう勝手に恋したりとかだったんですけど今思うと多分そういうなんかこう辛いことだったりとか。うん それがあったから全国大会にも行けたし、うん、全国大会に行ったから私はこうあのビーチバレーやってみないですかっていう誘いを受けたんですよ。うん、で今があってその主人と出会えてうん、うん、子供がいて田舎の岐阜に住めてみたいなのがあるからなんかあの時の頑張りが今なんか貯金されてると思って,て、まあ、ビーチバレーでもすごくあの辛かったんですけどだか,だから今それを結構辛かったことが多かったです私のバレーボール人生って。うん 引退してからが今良すぎるから不安になるんですよあのー、何かこう自分に強<う>いてないとそう何かないともうだいぶ幸せでいいのかなってそうこんな幸せでっていうかそのなんかこう充実してるっていうか、うん、だって好きな人と結婚ができて、うん、好きな人の子供ができたわけですよ、うん、そんなことありますい、うん、いやその考え方がすごい素敵いやいやいや だって基本片いいじゃないですかいやでも朝尾美はがそれを言うってい,い,や,い,や,いや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 そうなんですよだって自分が好きになった人が自分のことを好きになってくれるなんてことなかなかなくないですかそんな感じでいろいろあり<笑><笑><笑>そのさ彼,、はい、彼が、はい、彼も好きってなって両思いになった瞬間ってもう何でしょうねあのー、本当にこう世界が変わるっていうか こう全部がよく見えるというか横浜駅から家までの帰り道もなんかもう同じ道なんですけどなんかもうキラキラしてるんですよイルミネーションされてるのかなっていうぐらいなんかまあなそれが長かったからあのそういうふうに見えてなんか。 多分気持ちよかったもん前から来る人なんであのかなニコニコしてんだろみたいななんかそんなぐらい長い間の片思いがあったからすごく嬉しくて、うん、ずっと待ってたんだもんねそうですね,ねそれがあるからだからもうそういう人と結婚できたんでなんかもうはあ、いすごくこうすごい素敵いやいやなんですごいそう思えるミヤちゃんがまた素敵いやいや それ誕生日だったんで、なんかすみません、もうこんな話で。聞いてもらえるのが嬉しくて。あの<や>、見 <laughs> ながらなって逆にやるです。<laughs> なんか誕生日だったんですけど、私あの。アイポットなのが欲しいって言ってたんですよ。あの音楽を、その電車移動とかで聞きたいからって。ってうん、うん、で。あの。じゃ、あみは誕生日プレゼントって渡されたのが、まあ。四角い箱で。うんうん、もうこれプロポーズ来たって思っちゃったんですよ。<laughs> もう完全に指輪だったんですよ。 で、ままああ開けたら、まあ、iPod7 だったんですまあ欲しいって言ってたしあれまあちっちゃい四角だから <laughs> だ、ね、そう、もう完全に入るんですよ。<laughs> ちょうう、どいい、ね、そうで開けて、うん、わーありがとうってなったんですよ。<laughs> でそ <laughs> したら <laughs> みは電源入れてみてって言われたんですでうん、うんでうん、って電源入れたら、うん、もうなんか自分の好きな音がぶーって入ってたんですよ。<ー>で、でわーもうそれでまあ。 プロポーズと一回忘れてすごく嬉しくてもうそう入れてくれて私も期間持ちだから入れ方とか分からなかったからわあありがとうっつって私の好き役ばっかり入れてくれたんだねでパって上上げたらここに指輪があったんですよめっちゃ素敵じゃないですか素敵うるうるしちゃうもう完璧な泣いてごめんなさいもう私も話すために泣けるありがとうございますそんな私の話で 素敵そうなんか今体感したよね体感します嬉しいえ何この幸せ空間なんこれダメやばいねもうすぐ夫の幸せまですぐ泣いちゃう結婚されてで戻岐阜に帰ってでお子さんが生まれたじゃないですかお子さん今ね二人はい二人男の子二人男の子二人どうですかママになってママになって いやママになって、うん、あのー、もうね全てのことが後回し、うん、自分のことが後回しになるのが普通なんですよ。うんうん、なんか今まではあ自分で一人暮らしだったし、うん、全ての時間が自分に使えるんですけど、うん、今って子供の時間に合わせての自分が入り込んでいく感じだから何ん、うん、でしょう,もう例えばもう化粧水とかも、うん、もう塗る時間がなくてでも子供は。 ボディなんですか、うん、きちんとししっかり保湿してみたいなでもやっぱりこう自分今まで自分自分だった、うん、アスリートって結構自分自分の人が多くてそうじゃないとダメなんですけどそれが常にもう自分よりももう本当に守らなければならない大切なものができちゃったから、うん、もう何も苦じゃないというか、うん、もうそういうふうに毎日が過ぎてっててこうそういう。 存在を見つけ、多分結婚して子供があができなかったら、まあ、主人も大事なんですけどうん、うん、やっぱり主人と自分かって言われたら自分を取っちゃうことがあるけど、うん、やっぱ自分が子供かってなったらもう絶対子供なんですねだからそういう存在ができて、うん、自分が今そういう経験をさせてもらっているのがもうすごくありがたくって、うん、そうだからもう日々感謝につながるというか、うん、もうすごく変わったんですけど。うん、大変なこともあるでしょうあ あるんんですけどなんかね不思議なのがもう子どもの笑顔でもうすべて疲れも吹っ飛ぶというか,かこれっってて本当なんだって思いますハグしてくれたらたまにやっぱりこうお仕事の前に全部家のことをやって出てくるからやっぱりこう疲れたりとかしちゃうんですけどそういう時はちょっと子どもに「ちょっとギュッてして」って言うとギュッてしてくれるんですよ。 もうそれだけでよし頑張ろうってなるしなんか無理してでも家に帰りたいってなるんですよね結局東京のお仕事が続く時って東京にいた方が自分の,そのゆっくりした時間も取れるんですけどやっぱり大変でも日帰りで一回家に帰ってあの子どもたちと会って家でご飯を食べて一緒にお風呂入ってとかってするだけで移動は疲れるけど心は楽というか。 ななるからなんかもうそれが当たり前なんでんちなみにご家庭で何かこ,うこれだけは大事にしようねとか暗黙のルールみたいのがあるんですかはあれですねあの主人が仕事に行く時は必ずみんなで見送るっていうのをルールにしてて<ー>あとその行ってらっしゃいとお帰りっていうのは、うん、あのすごく 大事にしててんなんかそれも、あのー、今めちゃくちゃゃゃく幸せじゃないですかんでもなんかいつその私いつも思ってるのがこういつ主人が例えば何かの交通事故とかで何かがあってとかを<ー>いつも考えてるんですよだから常にだから喧嘩もしないしう常にこう一緒にこう送り出しじゃないけどおおかあの行ってらっしゃいっていうのは無事に帰ってきてねっていう思いを みんなでこう伝えてっていうのをすごく大事にしてて、うん、それをうちのルールなんですけどで帰ってきた時は、うん、今日も無事にね帰ってきてくれて、うん、言ったら私たちのために働いてくれてるから、うん、ありがとうっていうのを、まあ、子どもたちはまだわからないと思うんですけど、うん、お父さん帰ってきてくれてやったーみたいな、うん、テンション高い感じでいつも迎えてるんですけど、うん、なんかそこぐらいですね、えー、なんかこう。